糸を吹いてみました。テナーサックスじゃなくてテナーリコーダーですよ、リコーダー今日ね、ラララクラシック、NHK E テレですよね、ラララクラシックでねリコーダーやってたんで、ね、久しぶりにリコーダーテナーリコーダー吹いてみましたけど、いかがだったですか。リコーダー、小学校の時小学生みんなやるんだけど、僕はね、ろくに、記憶がないですね。ろくにやってなかったんだよね、だからね。で、大人になってからね、このリコーダーの音色に魅せられて、特にこのテナーリコーダーの音色ですよ。これね、木でできてるんですよね。木製のリコーダーなんですよ。で、なんと、メーカーは、ヤマハです、ヤマハ。ヤマハですよ。6万円もしました。トランペットの一番安いモデル、僕今使ってるやつと、まあ定価でほとんど同じぐらい、ですよ。信じられんですね、リコーダーが6万円ですよね。でも木製の楽器っていうのはね、何でも高いですよね。フルートもね、木製のフルートあるんですよね、あれ欲しくてしょうがないんだけど、100万以下ではないですよ。まあ、中古ではあるんでしょうけどね、まあね、新品は百何十万かするんですよ、130万ぐらい、めっちゃ高いですよね。まあだからね、木製のフルートを諦めて、木製のリコーダーで、ラララクラシックで言ってたんですけど、あ、なんだそういうことかと思ったんだけど、リコーダーってね、まあ言ってみればレコーダーですよ、記録する人、録音する人っていう意味じゃないですか、レコーダー、リコーダー。もともとはね、小鳥にさえずり方を教えるために作られた、考案された楽器らしいんですよ。鳥にね、自分のこの楽曲をさえずらせたいというふうに昔の人を考えたらしいんですよ。それで、まあ、リコーダーでね、こう吹いてメロディーを、それを小鳥にさえずってもらいたいと。だから、リコーダーというふうに楽器名としてついたらしいんですよ。で、昔のはね、だからこういうテナーリコーダーとかないですよね、低音。だから高い音が出るやつ、だからソプラノリコーダーよりかね、もっと高い音が出る。今はフラジオリコーダーとか言われてるらしいんですよ。なんかね、ペンシルぐらいの、鉛筆ぐらいの大きさで、やってましたね、テレビで、知らんかったですね、勉強になりました。はい、というわけでね、テナーリコーダーなんですけど、これね、ものすごいこの手がね、ものすごく開かないと吹けなくて、ちょっとでも隙間ができると裏返ってしまうんですよ。もうめちゃくちゃ難しくて、それでこう速いフレーズとかパッセージの、ね、この糸にも時たまこの、ね、出てくるんですよ、16分音符が。これめちゃめちゃ難しくて、だからもう何回もやり直してね、音は別撮りしてるんですよ。何回もやり直してね、もう手がね、もうつってしまって、もうね、もうやめようかと思った。もうやっとね、なんとこさね、なんとこさ、聞けるレベルに仕上げましたけどね。めちゃめちゃ難しいテナーリコーダー。もうね、もう二度とこの糸は吹けないと思うね、僕は。もう無理だ。今日ね、もう何時間かかかってやっとね、録音、収録できたね。もう手がね、ほとんどもつってたんですよ。難しい、難しいっていうかね、もう難しいっていうか、やっぱこのリコーダー用のこの筋肉を、手の筋肉を鍛えないと吹けないですよ。だから僕みたいにね、何でもかんでもやってて、でたまにテナーリコーダー吹いてみようかなと思うと、まあ苦労するわけですね。